桜島駅は大阪府大阪市この花区桜島一丁目にある西日本旅客鉄道桜島線の駅。駅番号は JRP17 桜島線の終着駅である。この記事では前身となる天保山駅も説明する。桜島駅の元になった天保山駅を建設したのは大阪駅から西九条駅を経由して 天保山前へ至る鉄道を建設した私鉄の西成鉄道であった。しかし、日露戦争に伴う軍事輸送の増大などもあり、安治川口駅から天保山前へ至る区間を建設中の1904年12月1日に西成鉄道の全線を国有鉄道が借り受けて運営するようになった。この借り受け後、1905年4月1日に、 味川口店舗参観1.0マイルが開業するが開業と同時に国有鉄道借り受けとなって営業された。日露戦争後1906年12月1日に正式に国有化されて国有鉄道西成線の駅となった。なお、駅所在地は当時すでに築地改め桜島町という町名になっていたが、駅名は 安治川大岸にある著名な天保山から取られた。天保山駅は現在の桜島2丁目、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのラグーンのあたりに位置しており、安治川岸からやや離れる天保山駅は船車連絡上不便であった。安治川岸に大阪鉄工所がすでに立地していたためこのような位置での開業となったが、天保山駅開業時はまだ埋め立て造成中であった。 現在の桜島山丁目の造成がなると、天保山駅の側線上、約0.3マイル先の地点に新たに、桜島駅を1910年4月15日に開設し、天保山駅は廃止となった。当端を、桜島岸壁へ向けた桜島駅の開設後は、岸壁から陸揚げされる石炭、塩、輸入石油類、穀物、木材、 肥料などの貨物を発送する拠点として利用されるようになった。1930年1月には鉄道省自身が付近に石炭専用岩壁を設置し国鉄用の廃炭基地とした。これにより石炭の輸送量も急増した。この頃には辺りの岩壁や工場などに多くの専用船が張り巡らされ一大貨物輸送基地となっていった。 大阪港の特製上、各地から大阪港へ到着する貨物を高配置の工場や市場へ送り出す輸送が多く、戦時期を除いては、ほぼ一貫して発送量の方が圧倒的に多い駅であった。第二次世界大戦においては、軍事輸送の増大から貨物輸送量が急激に増大したが、戦況の悪化に伴い、1944年頃からは、 一転して激減するようになった。1945年7月24日には空襲を受け職員16名が死亡し駅舎などが大きく損壊した。この復旧作業には1947年5月までかかった。旅客輸送においても付近の軍事工場への通勤客の増大により一時は一日五万人を超える乗降客を数えた時期もあった。対戦後は 付近の日立造船への通勤客や、港湾関係者などが利用し、これによりラッシュ時と換算時の差が激しい駅であった。こうして、大阪港に関する貨物輸送で大きな役割を果たしてきた桜島駅であったが、貨物輸送の自動車への転移が進むにつれて、鉄道の役割は低下してきた。1973年3月には、国鉄貯誕生も廃止となった。 桜島駅における貨物取扱いの廃止は、1986年9月に国鉄から大阪市に打診され、10月いっぱいで貨物扱いを廃止した。跡地は日本国有鉄道生産事業団が引き継いで施設の撤去作業を行い、1988年3月までにすべての用地を大阪市に返還した。 駅構内島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は一番線の線路を挟んで、ホームの反対側に位置しており、ホームへは、古線橋で連絡している。また、2009年まで設定されていた、ユニバーサルシティ駅発着の、北陸方面臨時特急は当駅まで、回送電車として折り返す形式をとっていた。朝方を除く、時間帯は一番乗り場の折り返しであり、 2番乗り場には、シャトル列車が一編成留置している。JR 西日本交通サービスによる業務委託駅で自動券売機、自動改札機が設置されている。2015年3月に、緑の窓口が営業を終了し、緑の券売機プラスが稼働した。愛子家利用可能駅。また、当駅発着の長距離乗車券に際する JR の特定特殊内制度における、 大阪市内に属する駅である。2019年度の1日平均乗車人員は13,894人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。注釈出店。ありがとうございます。